おうちでシネチラ始まりました。はい、MC を務めております、俳優映像制作しております曽我雅美です。本日もよろしくお願いします。はい、同じく MC をしております、郷田愛菜です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日は、あの人がいないですね。いないね。珍しいですね。今日はちょっとね、野暮用で参加できずということで、ちびばなんも彼の家にいるので参加できずということなんですけれども、はい、ちょっと2人で盛り上げていきたいと思います。今日紹介するのは、はい、シェアザペインです。お、現在公開中ですね。はい、めっちゃ楽しみにしてたんですよ、今日。じゃあ、いっぱい質問してください。じゃあ、早速ですね、素敵なゲスト3名来ていただいてますので、入ってきていただきたいと思います。よろしくお願いします。お、はい。あ、はい、ありがとうございます。はい、監督とキャスト2名に来ていただいてます。まず監督から自己紹介の方よろしくお願いいたします。はい、本作の監督の中島と申します。富山県出身です。普段は CM ディレクターをやってまして、で今作が学生映画などを別にしたら、初めての映画作品かなと思っております。ちょっと300万円自腹を切って作らせていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では父さん、よろしくお願いします。はい、結城役を務めました藤力と申します。普段演劇人で、演劇ユニットぐしゃぐしゃの座長を務めています。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、あやくや役を務めましたありさです。普段はモデルと女優の方をしていて、福岡と東京のを行ったり来たりしながら活動しています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いますはい、では本日はこの5名で進めていきたいと思います。シェアザペインのあらすじの方を、お話しいただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。この作品はですね、舞台はとある架空の日本が舞台です。でこの日本には、SP 法という法律がありまして、それはすべての男子は初めてのセックスの前に性交人と呼ばれる成人男性とセックスをしなければならないという、法律がある世界 でそんな法律がもうその世界では昔から当たり前のように存在していると。そんな法律が存在する、日本で、SP 法を受けたくない男子高校生のゆうきくんがいて、でその彼女のあやかちゃん、この2人が、付き合っているんだけど、お互いそのキスとかはできるんだけど、それ以上のことをするためには SP を受けなくちゃいけない。だから、彩香ちゃんはゆうきくんに SP を受けてほしいんだけど、ゆうきくんはちょっと怖いなってなってるみたいな。で、そんな状況下で、ある日、その友達のリュウジくんが、SP を俺受けてきたよって言ってきたりとか、彩香ちゃんが実は山田パイセンっていうプレイボーイに狙われてるっていうのを聞いたりとか、ゆうきくんがどうしよう受けるみたいな、そんなストーリーになっております。ねえ、抱きしめてみて。ちょっとだけだからお願い。これちょっと冒頭のシーンですね。でこうやって抱きつこうとすると首のこの機械が反応して、こう電流が流れるみたいな設定ですね。リードっていうやつ。そうですね、リードっていう名前です。あの痛みはどれくらいの痛みの想定なんですか？結構痛いですよ、あれは。こういうふうに終わったら取れるっていう手術で取ってもらえて、そうですね。こういうふうにキスはできるんですけど、もう体を超離してじゃないとキスができないぐらい。ですね。なるほど、接近するとっていうことなんですかね。こう体と体の密着度合いですかね。なるほど。でこう山田パイセンに狙われているぞってなって、全然ちっちゃくないじゃん。ツイッターでね、いろいろ。そうですね。ゆきくん、
俺 SP 受ける。これ俺受けるって言ってるシーンですね。すごいですね。予約のフォームまであるって。それがね。とにかくリアリティを出したかったので。優しかったんだよね。やっぱ SP 交換。絶大。ありがとう。車の免許みたいな感じなんですね。共感って。そうですね。ちょっと免許的な感覚というか。うん、よし。いける？終わっちゃった。よし、じゃあもう一回息吐いて。予告にエンドクレジット。いいですね。はい、この作品を作られた経緯をお話しいただきたいと思うんですが、はい、はい、お願いします。はい、ちょっと、まあ、映画の内容並みにショッキングでは、コードではあるんですけど、僕、中学生の頃に同性とセックスをしまして、まあ、しかもその、掘られる側だったんですね。で、その時に、まあ、それは無理やりとかじゃなくて、まあ、好奇心から行っちゃったみたいなことなんですけど、まあ、要は友達とやっちゃったってことなんですけど、でその時結構痛かったなっていう思い出があって、痛かったりだとか、あと僕はすごい身長が小さかったので、まあ、彼はちょっと大きかったので、こう抗えない恐怖というか逃げ出せられない恐怖みたいなのをすごい感じてて、その時になんかいわゆるその、まあ、挿入されることだったり、まあ、そういうふうにちょっと追いかぶされる怖さみたいなのを感じて、まあ、非挿入側のリスクというかそういうのを感じて、まあ、ずっと印象に残ってたと。でなんか大人になってこうそのまあ普通に社会人とかやっていく時に、まあ、映像制作の会社仕事してるんですけど、ふとその、まあ、最近なんですかね、Me Too とか、いわゆるその性暴力に対しての声が大きくなってるなと思っていて、でそんな時になんかふとその昔のことを思い出したというか、みんなもそういうふうに加害者も一回掘られたらちょっとはそんなことしなくなるんじゃないかなと思ったというか、っていうふうなことをちょっと思いまして、でちょうどそのこう広告やってるんですけど、徐々にその自己表現したいなっていう欲求もすごい出てきたので、ちょうどその映画作ってみようと思って、このテーマで映画を作ってみたという感じですね。まあ、父さんですとかアリサさんですとか、まあ、キャストの方たちはどういうふうに決められたんでしょうか。そうですね、はい、まずチカラ君とチカラ君は一番そのハードの役じゃないですか。ハードというか、なので本当に見つからなくて、それこそそのいろんな手を尽くしはしたんですね。友達だったりとかや知り合いだとか、あとはキャスティングの知り合いのキャスティングの会社にお願いして、こういう人いませんかって聞いたりとか、あの手この手を尽くしたんですけど、撮影1週間前になっても決まらなかった。そうなんです、やばいと思って、で彼がもう抜けてて、ゆうきくんがいなくてどうしようかと思った時に、もうやけくそでゲイビデオのAV レーベルさんにも片っ端がメール送ったんですね。バッってメール送って、要は本物というか、そういったのをプロでやられてる方とかだったらどうかなと思って送ったんですけど、まあ、ことごとく返事返ってこなかったんですけど、唯一すごく親切なご担当者がいる、まあ、とあるレーベルから返事が来まして、でなんかうちの会社に所属している、まあ、レーベルに所属しているモデルさんにはいなかったんだけど、僕の知り合いですごくこう、やる気の何でもというか、すごいやる気のあるガッツのある、男の子がいるんだけど、その子だってやってくれるかもねって紹介してくれたのがチカラ君でした。はい、そうなんです、はい、父さんそのお話があった時ってどういう印象を受けられましたか。その、まあ、どういうストーリーかっていう話も多分お聞きになったと思うんですけれども、はい、最初はなんかちょっと疑ったんですよね。なんかそんなにみんなが嫌がる役かなっていうふうに思ったんですよ。でこれは詐欺なんじゃないかな、なんかだからみんなあえて遠ざかってんのかなって思ったんですけど、でも監督と話して会ってみたら、すごいちゃんとした人だったので、まあやらない手はないなと思いまして、その内容とかもすごい興味深かったので、なのでオファーははいというふうに
返事しました。これがもう撮影何日前とかなんですか？いや、本当そんな感じでしたね。もうギリギリというか。そうですね。ですよね。はい。あぶねえみたいな。びっくりしました。スケジュールの方とかも大丈夫だったんですか？それあ、スケジュールもちょうどそうですね、空いてたので、うんうんうん、とりあえず全部押さえて、はい、挑みました。ありがとうございます。いえ、こちらこそ。では、あの、ありささんのキャスティング経緯。そうですね。はい。ありささんは、あの、もともとこの自主映画を作る前に、まあ、自主映画リサーチみたいなことやってて、その2017年、18年かな、に、あの、とにかくその自主映画を見てもらおうと思って、回ろうと思って、話題作をいろいろ見て回ったときに、そのカランコエの花に行き着いて、まあ、ケーズシネマでやってたんですけど、その時に見て、すげえ、すごいな、みたいな、すごい繊細なお芝居される方だなと思っていて、で、いや、本当に素晴らしくて。で、なんか、その時にその、石本さんも、あの、お母さん役で、はい、そのカランコエ出てたと思うんですけど、石本さんを先にちょっとお母さん役で、ゆきくんのお母さん役で決まっていて、で、それ経由でありささんにお願いできないかなっていうのをダメ元でちょっと聞いてみてもらったという感じでした。あ、なるほど、つながってたんですね。あ、 お二人が出られてるなと思ってたんですけど、あ、なるほど、そういう、そういう、そうだったですね、そういう感じで。はい、あ、すげえと思って、なんかいきなり石本さんからご連絡いただいて、こういう作品があって、まあ、こういう役の子を探してるんだけど、ありさちゃんどうかなみたいなお話をいただいて、なんかまあ最初私も内容を聞いた時に、正直何日間か考えたんですよ、出演するか。だけど、まあ、私もなんか いろんな役というか、いろんな作品に出たいっていう気持ちもあって、まあ、あと石本さんからのお話ということもあったので、うんうん、よっしゃって言っててみたいと思って出させていただきます。ありがとうございます。そうですよね。まあ結構、まあ、設定が設定なだけに悩む時間もちょっと必要だったりはしそうですよね。うん、そうですね。アリサさん以外に考えられない感じもだなと思って。いや、本当にまさに。いや、本当透明感が素晴らしかったです。キャスティングについて伺ったんですけど、他のキャストさんたちに関してはオーディションなどはされたんですか？オーディションは特にはなかったですね。ええ、あの、写真選考みたいな形はやらせていただいたんですけど、うん、基本的に自主映画だったので、その実際集まってっていうのはちょっとできなかったですね。田崎さんなんてもともとその、CM の現場とかでご一緒した人だったりとか、もともとお知り合いだったっていうのもあって、ちょっとダメ元でどうですかって見せたら、すごいなんか、お、ぜひ出たいですとか言って、いや、彼もやっぱりその性暴力について思うことがあったってらしくって、すごい共感してくれて、僕でよければって言って、まあ、作られたきっかけっていうのは先ほど伺ったんですけれども、どういう方たちに見てほしいって思って初め作られたのかなと、企画されたのかなというところを伺いたいなと思いまして、はい、そうですね、なんか最初考えてた頃は割となんかもっと僕は激しいというか、その世の中に対してフラストレーションが溜まっていて、なんかこう男というか、その見た人になんかもっともっとえぐい内容だったというか、もっとこうダメだよっていうような系だったんですね。なのでちょっとそういういわゆるその性暴力とかをやる、まあ、要はあれですね、ちょっとあの普通の男の子とかでも割と女の子とかをそのいわゆる性的な対象として見て、結構そのラフにちょっと傷つけたりするじゃないですか、うん、そういったなんか人に対して僕はちょっと見てほしいな、なんかこうちょっと気づいてほしいなって気持ちを込めて作ってた部分はありました。でも、まあ、今はどんどん多くの人見ていただくことによって、もっと間口は広くていいのかなって思い始めてはいますね。うん、そうですね、もうすでに上映中ということで、いろいろな感想も出てきてるとは思うんですけど、はい、なるほど。ここでちょっとキャストのお二人にも お話伺っていきたいと思うんですけれども、まず父さんからあの伺いたいんですが、はい、監督は現場ではどんな方だったでしょうか。演出方法なども合わせて、お聞かせいただけるとありがたいです。よろしくお願いします。はい、
そうですね、とにかくこだわりが強いなって思いましたね、うん、なんかその、まあ、例えばお尻のお尻をお母さんに見られるシーンとかがあるんですけど、なんかそのすごい時間かかっていいんじゃないかなって僕は思ってたんですけど、でもすごいこだわりがあって、そのお尻に対してのこだわりが強いなとか、あとそうです、どんな方、おしゃれな方ですね。本当ですか？はい、僕おしゃれだなって普段思ってて、嬉しい。あの言葉遣いというか使うセリフとかも、服装とかもおしゃれだなって思ってますで、演出方法っていうのは、なんか僕のわからないところ、例えばその挿入される痛みだったりとか、そういう経験のないところのアプローチとかを、その真摯に一緒にこんな感じかな、こんな感じかなっていうふうに試行錯誤しながら、演出してくださいましたね。だから正直僕は割とその力くんが作ってきていただいてたお芝居が結構もう良かったというか、うん、なんかもう要は僕の経験でもうビジョンが見えていて、こんな感じだったなっていうのを見えてて、痛みとかもこんな感じだったなっていうのもあって、で力くんやってみてってやってもらった時に、結構最初は修正が必要なのかなとか思ってたんですけど、そんなことなくて、やべ、なんかこれなんか見た景色やなと思って、はい、で本当に僕やったことはちょっと若干の微調みたいな気持ちでしたね。もっとこういう気持ちでちょっとだけみたいな、うん、基本的にはお、あ、そうそう、こういう感じみたいな役作りっていうほどの時間ももう取れないぐらいのっていうふうにおっしゃってたので、キャスティングまでなんかその作り込みはすごい集中されたんですか？作り込み、いや、そうですね、時間なかったので、まあそのアダルトなビデオも漁ったんですけど、まあ、やっぱりプロだったんで、そんなあの何当てにならなかったんですけど、まあ現場一日一日でその勇気っていう役をつかみながら、まあ、その一番心配だったのはその最後のシーンだけだったので、でもそこが監督から OK 出たんで、あとはもう統治からというものを返しながら勇気をやったっていう感じですね。ちょっとこう青春なところもあるじゃないですか、こう。あ、そうです。なんかそういうところもあれですか、気持ち的にはそうですね、青春チックなところもあったので、うん、僕自身がその高校の時そんなモテてる部類じゃなかったので、陰キャの方だったんで、その周りの人たちどんな感じだったんだろうなってこう思い出しながらやってましたね。では、アリサさん、あの監督の現場でのイメージですとか演出方法ですとかについて、はい、何かエピソードがあるそうです、はい、私もまあ力くんと似てるんですけど、あの一つ一つのカットをすごい丁寧に撮られる方だなという印象が強くて、なんかカットかかるまでがすごい長かったイメージがあります。あ、確かにそれは力くんとこの間初日の舞台挨拶の時も話してたんですけど、あの、まあ、キスをしている最初のシーンだったりとか、その最後の、あの押し倒されるところだったりとかも、なんか自分たち的にはあれもうそろそろカットかかるよなって思ってるんだけど、なかなかかからなくて、あれこれいつまで続くんだろうってなったぐらい、まあ長回しというか、まあそこのその場でなんか起きるなんていうんだろう、感情とか出来事とかをなんか
なんていうんだろう、があるかもしれないから長回しされてたのかな、とか思ったりでもあと、まあ、なんかそのこう動きとかの演出はこう丁寧にこうその場で一緒に演出してくださって、でもその感情面というか演技指導みたいなものはあんまりされないくて、でそこの感情面に関してはなんか託してくださってるのかなとか思ったりしてましたね。監督はあのその長回しのことと、はい、そのまあ演出に関してはかあのあまり細かいところまでおっしゃらないっていうことですよね。あのそこに関してちょっとお話しいただければと思います。そうですね、はい、あの長回しなのはあの僕がその芝居見るのが好きっていう、あのこうどうなっちゃうのこれみたいなハラハラしてついつい長回ししちゃうんですよ、ね、あそういうことなんですね。あわわわわみたいな、へどうなっちゃうのどうなっちゃうのみたいな、なんかその多分その やられていてここまでっていうラインで多分皆さんあると思ってるんですけど、そっから先多分えかかんねえかかんねえって多分 なってくると思うんですよ、うん、そっから後のなんか多分いやかからねえからちょっとここはこういう風にしていこうかなみたいなちょっと変化をさせようとするんですね皆さんって僕は思っていて、うんうんうん、そこがあのなんかちょっと何か生まれる気がちょっと してるというか、あなるほど、ちょっともう非常に申し訳ないんですけどなのでついついそれが楽しみすぎてちょっと見ちゃうみたいなっていうことかもしれないです自分の好奇心みたいなところもあるというありますね、まあ、もちろん好奇心もありますし、ええ、そのもっとそのこう、うん、いや結局好奇心ですね結論実際その長回しされて良、はい、かったっていうので使われたシーンとかってあったりするんですか、使われたカットとかってあったりするんですか。あでも全然ありますね。あそうなんですね、はい、その編集に組み込んでみて、うん、あ良かったなとか、ここのなんか自然の今スッて自然になった表情すごくいいぞとか、っていうのをちょっと持ってきたりとか、そういう風なのをやらせていただきました。見どころというか、ここのシーンぜひ見てほしいな、頑張ったんでみたいなところがあればですね、まあ、いっぱいあると思うんですけれども、それぞれちょっとお話しいただきたいなと思います。まず監督からお願いできますでしょうか。はい、はい、僕の見どころ、僕はあの自分でやっぱ見ててそのなんかなんだろう、ここはうまくいってるかもなって思うところがあって、もちろん全体的にクオリティは高まったな、限界まで高まっているなと思うんですけど、特に後半あのゆうきくんが SP 終わったっぽいぞっつって、あのあやかちゃんがこう学校に帰ってきてこう何ですかね、玄関ですかね、玄関を登っていくじゃないですか、あっから先が結構僕はあのいいなと思っていて、割と自分でもすごくうまく演出できてるんじゃない、組み立てられてるんじゃないかとは思いました。一気にあこで急にこう掌握していくというか、ぐっとしていける気がしてます。では父さんお願いします。お見どころは、はい、その予期せぬところで、もう本当最後のシーンなんですけど、その佐々木と2人であの SP を受けるのか受けないのかどうするのかっていうお話をしてるときに、ほんとたまたま情けない感じになったんですよ、すっごくその立ち上がったときにあるものが垂れてて、それがすっごいいい感じに情けなくて、もうどうしようもないなこの子はみたいな感じなのが、その偶然できた賜物でこれいいなって勝手に自分で思ってます。いいですねいいですか、うん、あれはいいありがとうございます。あのシーンですね、はい、楽しいです見た人は分かると思うんですけど、はいはい、ありがとうございます、はい、ではアリサさん
続いてお願いします。はい、めちゃくちゃいっぱいあるな。まあそのお母さん役の方がこうね見ちゃったその場を見ちゃったっていうあの表情も私すごい大好きで、あとあの私がお父さんのお店のお手伝いしてて急にあの来たじゃないですか、そこからのシーンとかもなんか青春だなというかがあって好きだし、あとゆいと2人であの椅子に座ってこうグググとかをやってるとかも、なんか女子高生ってなんか確かにこういう結構生々しいというかリアルに話してたなってすごい私ちょっと懐かしく思っちゃって、そうそうなんか女子高生ってこういうこと話すんだよねみたいな、なんか結構共感しちゃうシーンでもあるのですごい好きですね。なんか女子ってこういう話ではしゃぐんだって思ってこっちも結構新鮮でしたね。ああいうなんて言うんだろう、ああいう感じのはしゃぎ方を、まあそういうネタでそういうネタって言ったらあれだけどそういう盛り上がり方するんだと思ってすごく楽しくは、そうなんですよね、意外と、まあ、男性がいる場ではそういう話しないですけど、女の子同士だと結構わかんない、私だけかもしれないですけどでもね結構リアルに話すから女子って結構、確かにその監督に今日聞きたかったんですけど、あの女子のこの感覚って監督はでもそこは分からないじゃないですか、女子がどんな話をされてる知ってるかっていうのは、なんかそういうのはどういうふうに考えられてたのかなと思います。あのシーン、そうですね、実は妻があのシーンのヒントをくれて、なんかあんな感じだったっていうふうに言ってて、ああなるほどみたいな。でなんか割と妻はそのちょっとそういった話をなんかするようなタイプだと僕は思うので、でちょっと僕の中でその妻から聞いた話をこう掘り下げてみてこういう感じかなってやってみたって感じですかね。そうですよ、なかなか男の経験上、そういうシーンは目にしてないから、そうですよね、男だけの感覚だと、あのシーンはなかなかできないかもしれないです。あと、その国、この世界っていう設定もあるのかもしれないですね、オープンというか、もしかして。で、僕はそういう気持ちもちょっとあったかもしれないです。僕もやはりその女性の完全なるリアルな生態っていうのが、わからない部分はあるのでそうだったかもしれないですね。なんか本当に女子高生時代を思い出す、まあ、私が女なのでアリサさん目線で多分見てたんですけど、多分男性は父さん目線で見るんじゃないかなとは思うんですけど、まあ人それぞれだと思いますが、なんかその中でこうリアルに感じるところもあるけどあれっていうところもあるので、そういうのがやっぱこの世界のこのシェアザペインで流れる世界の SP4 がある世界のなんかリアクションなのかなっていうふうに思いました。なるほど、ありがとうございます。いや本当にあの青春してるなってシーンが結構散りばめられてるんで、なんかすごくそこは見ていて、そういう話したこともあったなみたいなそういうふうに感じてましたね、はい、場面写真を提供いただいてますのでそちら見ながらお話をしたいと思います、はい、これはアリサさんが何か感想がある感じですよね。このシーンはあれですよね、ポスターにもなってる写真というかシーンだと思うんですけど、本当にこれ不意に撮られてたシーンなんですよ。この時確か体育館で結城たちがバスケかななんかのそのシーンを撮ってて、私はもう出番待ちというかもう本当にこの体育館の端っこの方に座っ
でこう黄昏れてたんですよ、外を見ながら。でなんかパッてこう体育館の方を向いた瞬間にカメラとか監督たちはこっちを向いていてってなって、多分3度見ぐらいしてるんですけどそしたらなんかこのシーンがすごい割と重要なシーンになっていて、しかもポスターにもなっていてという私の中ですごい衝撃なまさか使われてるとはという。これは3度見目の振り返りですか？いや、これは2度目ぐらいだった。2度目ぐらいですねなんかあのカメラマンの 撮影監督の美園さんがあの、まあ、起点を引かせて回してくれてたんですね。で僕は気づかなくて、で美園さんなんか何回してんだろうと思って見てたら、あなんかいい映画撮れてるぞと思ってこうじっと見てて、そしたらあ見た見たっつってっていう、そんな瞬間でした。ポスタービジュアルにまでなったっていう。いや、そうです、すごいですよね、本当に。びっくりです、私は。はい、こちらは。リードを そうですね、これは SP を受けてきたって言って、はい、こう、リード取れてるよって絆創膏を見せてあげるシーンですね。うん、で、僕はこれ結構好きなシーンですね。うん、この彼の表情が、なんか、こう慈悲に満ちてるというか慈悲深い感じが、これ力くんすごいですよね。いや、意外だなと思いました。本当ですか？あんまり意識はしてなかったんですけど多分僕の頭の中ではやっとできる、やっとできる、やっとできるっていう感じの。怖い、いい意味で怖い。いいねいいねいいね。これここのシーンをまあ、はい、初め見た時でその疑ってる人とそうじゃない人で見方が全然違ってきますよね。そうですよね、うん、それがすごく面白いなと思って、うん、確かに。だからこのゆうきくんっていう子は、ゆうきくんは、まあ、いわゆるこれはミスリードなわけじゃないですか、うん、なのでこのゆうきくんっていう存在がすごい芸達者というかすげえやつだなってちょっと僕は思いましたね、これを見てて。こんな表情、確かにこの表情だったら彩香ちゃんも多分心許しちゃうだろうなみたいな。だから今力くんのやっとできるやっとできるっていうのを聞いて、あ怖っみたいな怖さ倍増みたいないやそうです、終わったよって顔ですもんねそうなんですよね、すっきりしてますもんね、なんかいや素晴らしい演技でした。佐々木さん、佐々木さんですね。佐々木さん、あの曽我さん、佐々木さんいかがですか？なんか、はい、絶妙ですよね、本当に。あのなんていうか、あの本当に男性が好きなんじゃないかと思わせる感じもありの、ただ、うん、そうじゃないんだっていうところも話を見てたらありのっていうので、うん、なんか、うん、すごく絶妙なところで演技をされてるなという素晴らしいなというふうに拝見してましたけれども、はい、なんか彼も独特なお芝居されてて、うん、なんかすごい色付けがすごいなと思いました僕も、うん、でちょうどこの硬質なコンクリートのバッグに佐々木さんがちょっと牙を剥くじゃないですけど、ちょっとその画角も気に入ったりしてますね。その SP センターのデカさというか抗えない感が出てていいなと僕は思いますね、このスカットは。なんか共感だからこうかなり何ですか、ね、実務的にやる感じなのかなと私は思ってみたら、うん、全然違うんだっていうのをびっくり。あと佐々木さんでちょっと気になったんですけど、はい、最後サングラスしてるのってあれ、はい、どういう意味があったのかなって。あれはですね、はい、まあ、あの基本車乗るときサングラスをする人なんですね、あの佐々木さん。あの車、あこれもしかしてこれバーッと送っていってもいいやつですか、これもしかして。あもちろんです、ね、いいですか、はい、なんか車から降りるっていうシーンが、あ、はい、ここか、あはい、はい、
気温かっこつけなんで、こういうふうにサングラス、まあ普通に眩しいっていうのもあるんですけど、サングラスしてく、まあ、車ですときはサングラスをするんですけど、あの時はもうやっぱり、ゆうきくんに対して、ちょっと威圧的というか、結構感情が出ちゃうかなと彼は判断したと思うんですね。やっぱ逃げてるわけだ、自分の株を落としてるわけだし、この野郎って気持ちもあるんだけど、で、多分僕の解釈ですけど、こう普通のメガネだったらなんかもっと感情をむき出しになってたんじゃないかっていう、この一発サングラスかけることで平静を保ち、まあなんとかこう、そうですね、佐々木さんが自分を抑えるための手段でもあった、はい、手段っていう印象でした。ただやっぱりそれがちょっと割と伝わりづらいみたいで、いや割となんでサングラスかけてんのっていう方は割といらっしゃいます。はい、あのシーンですね。そのシーンですね。うん、はい、ここは、うん、やっぱそのユイがね先に経験したということで、まあどうだったっていうアドバイスではないけど、うん、まあそこもさっきも言ったように女の子ならではというか。なんかやっぱ知りたいし、うん、なんかどうなんだろう、本当のその実際の感覚的にはどうなんだろうっていうその興味みたいなのもあって、まあ、ここのそうですね、ちょうど勇気がこれ SP 受けてる時でしたよね。そうです、受けてる時、うん、だからまあ期待もありつつそういう話を聞いてちょっとテンションが上がってきてるような、うんうんうん、石本さんです、石本さんですね、お母さん、はい、お母さん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 、なんかこのシーンなんですけどちょっと思い入れがあるのは、実はこの後もうちょい長く撮ってて、お母さんが不安そうな顔をするっていうところまで撮ってました実は。そうなんですね。なんか大丈夫かしらみたいな感じでちょっと真顔になっていくみたいなのをちょっと撮っていただいてて、でも編集で、ね、いやここはゆうきくん以外にその SP に対して疑いを持っている人はいない状態にしなきゃダメだと思って、うん、泣く泣くカットして今のにこやかで終わっていくっていう風にしてます。ちょっと裏話なんですけど、いやそれは結構大きい裏話ですね、はい、結構なんか大丈夫かしらみたいな顔、うんうん、あれもあってもよかったのかもしれないんですけど、なんかもっとこうゆうきくんを孤立にしたかったなってのがあってこういう風にしました。あ、これがさっきの写真の続きですね。でなんか割と高音作のメインビジュアルになってるような、そのアリサさんの振り向きと彩香ちゃんと振り向きと対をなすようなメインビジュアルの写真だと思っていて、彼がその SP を受けてきたっていう根底ですけど、こう抱きしめる瞬間でやっとこう2人が結ばれる瞬間なんじゃないかっていう感動的なシーンだと僕は思っていて、うんうん、まあ、実際ミスリードなんですけど、うん、こういう風なこのシーンは入れときたいなと思って、まあ、このだいたい映画祭とかで出すときとかこれをメインビジュアルにしていただいてますね。なんかさっきの写真とは違ってちょっと戸惑いが見られるような表情ですよ。なんかそうですよね、うん、そうです。なんか、うん、そのもしかしたらこの切られてないんじゃないかっていう恐怖もまだ半々っていうのもありまして、うん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 、だからちょっと恐る恐る、うん、今までその痛い思いをしてきた、うん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 、っていう経験で女性に触れるのにちょっと戸惑いがあるみたいな感じですね。いや、よく表情から出ていると思いますなんか彩香ちゃんもこう手がスーッと下に最初降りてる状態もなんかいいなと思ってます、うんうん、もう密着できるっていうふうに思って近づいていってるんです、うん、そうですね、うん、はい、これも好きですね。実際に SP を受けに、はい、行く直前部屋に向かうところですよね。そうですね。なんか光の感じとか、あとこの
コンクリート打ちっぱなしみたいな空間も良いですし、割とお気に入りのショットですね、うん、すごく衝撃だったのが手をつないで部屋に向かうっていう、うん、これは相性なんですか、うん、やっぱりこれから肌を重ねる人間同士としてそのファーストステップだと思ってます、うん、手をつなぐというのは。え、ちなみにこれってその全員するんですか？毎回全員してます。なのであの向かいからもう終わった子があの別の成功人の人と来ると思うんですけど、その2人も実はしてるんですよ、手をつないで。はい、うん、そうそうそう、向かう時も戻ってくる時も手をつなぐ。そうですね、あのローションをもらってからは手をつないでお部屋に向かう、うん、で同じように出ていくという感じですかね。手に持ってるやつもですね、一応なんかお祝い品みたいな感じだったんですか、はい、のしがついて。そうですね、のしが。やっぱこの世界ではお祝い事なんですか？お祝いですね。あ、お祝いにしてます政府が。こちらがあ、そっか、佐々木さんが勇気を、そうですね、迎えに、そうです、来て、はい、行って、はい、ですね、いや、もう本当にこれは僕のこだわりによってかなり制作費から捻出された。そうです、ね、結構大きな部分持ってかれたようなやつなんですけど、たけえたけえみたいな。めちゃめちゃかっこいい。でかっこいいですよね。かっこいい。とにかく SP センターのにいる人間はもうリアリティというか、あの、まあ、とにかくその憧れの存在じゃないと、少年とかに憧れの存在じゃないとみんな怖がっちゃうかなと思って、もうなので建物とかもかっこいいし、人々もみんなイケメンみたいにしてて、あと車もこういう風にスーパーカーにして、とにかくその受ける子供たちとかになんか怖くないよみたいな、わ SP センターの人かっこいいなみたいな風な思わせてからのズブみたいな感じなので、こういう風にしてます。ちなみにチカラ君、乗り心地どうでした？めちゃくちゃ良かったです。そんな僕車興味ないですけど、めっちゃテンション上がりました。ああ、いいな。革のシートで。いや、そうです。なかなか扉が上に開くタイプの車見たことないですね、うん、いや、そうですよね。そう、すごい高いらしいです。いい、あ、いいな、羨ましい。ゆいが走ってくる。そうですね、ゆいが走ってくるシーンですね。アリサさん、こんな引きで取られてるって想像してました？いや、してないです。ですよね、引きだったとはって思いましたね。でもあのゆいちゃんの足が速いっていう印象でした。確かに速いですよね。全力でしたね。確かにこれだけもう距離が空いてるはずなのに、そうなんです、寝るのめっちゃ早かったですよね。早かったですよね、確かに。この後もその2人が合流してから、あの椅子に、はい、早く座って座ってっていう直前のゆいちゃんの走りも、もうタッ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 みたいな。そう、もう好きです。あれ面白かったっす、確かに。このシーン好きですね。うん、結構綺麗でしたもんね。確かにこう、いちいちその美園さんはあの絵が綺麗っていうグラフィカルに撮れてて、いちいちというか、はい、リュウジ君ですね、バスケ部の友達。友達、リュウジ君はもともとあれですよね、チカラ君のお友達というか。あ、そうです、ね、僕が、まあ、最初声だけの出演っていう風に聞いてたんで、なんちゃな感じだったらその串間優君ならできるかなって思ったら、うん、出演の方もってなったんで、年齢的に大丈夫かなってちょっと一瞬思ったんですけど、でも全然違和感なく馴染んでましたね。いや、いい感じでしたよね。はい、あの、お前、おいおいおいっつって、あの悪い顔が狙われてんぞとか、すごい良かったですよね。え、実年齢はおいくつなんですか？どうでも当時、今で確か僕の3つか4つ上なんで28、9、うん、そうなんですね、うん、ですね。だから当時27とかだったはずです。全然高校生っぽい、うん、全然どうかな、うん、あ、これもさっき、そうですね、おっしゃってたやつですね。はい、生々しい、
生々しい。でもなんかいちいちこのこういった絵も綺麗ですよね。こう。確かにこう写真だけ見ると内容分かってなくて写真だけ見ると、うんうん、あなんか意味ありげな写真だな。綺麗だな。パクみたいな。そうですね。点だけで見ると内容はね結構ここは生々しいです。そうですね。そうですね。ああいいですね。いいシーンですね。力くんどうでした？いやなんかここで多分僕はその、うん、メイクさんとの友情が深まりました。ああこれはちなみにどういうことかっていうと。これ力くんのリアルなお尻なんですけど、お尻のラインを、まあ、割れ目ですね。割れ目を強調するために、あの、メイクの船崎さんが、さらにこう、線を変えてくれたんですね。濃く。なるほど。はい。で、なかった。すごいですよね。で、これ実は普通に撮ったらこうならなくて、ちょっと、あの、犬のおしっこみたいな感じで、片足、上げてですね、こうやって。とてつもない絵になってて、現場は。ボケてるから、こう映ってるという。あ、そうです、そうです。ボケてなければ、普通になんか、あの、犬のおしっこみたいな風になってて、とてもじゃないけど、はい、そうですね。結構開かれてた、ね、開かれてましたね。なかなか、そう、その体勢ずっとキープしてもらってたんで、塚原君ちょっと大変だったなっていう感じ。ちょっとそれを見てみたいですけどね。そうですね。なんか、石本さんがなんか笑いを止めるのを、振り出すようになるのを耐えてたとか言ってましたね。その笑顔でもあったのかもしれないですね。そうですね。悩まってる。そうですね。これ、バスケ部のために折ってる。そうですね。バスケ部、まあバスケ部というか、どっちかというと、ゆうきくんのためですかね。あ、ゆうきくんのために。ゆうきくんのために。はい。で、実際に、あの、ありささんにも、あの、結構な数を折っていただいて。折りましたね。ですよね。妻もいっぱい折ってくれて、それが最後、なんか、ぽーいってされちゃう感じが、また胸が苦しくなるというか、一応、この作品では割とキーアイテムになってますね。うんうん、ほぼ出来上がってるぐらいの感じでした。うん、そう結構わーなってましたよね、いっぱい。ですよね、うん、そうそうそう、すげーみたいな感じで。なので、あれをアリサさんがこう、ふわーっと投げた時とかは、いったーみたいな。ちょっと、よかったですね、あのショットは。爽快でした。うん、私も爽快でした、はい。あ。そうですね、ローションですね。ローションですね。のしにくるまれた、切り箱に入ったローションみたいな。あ、これは、あれですね、あの政府が配っているあの初めての挿入マニュアルってやつですね、うんうん、でこれ6番目挿入って書いてあるんですけど、一応あのちゃんと何ページもあるみたいな設定ですね、うんうん、でこれはあの僕の会社のよくあのこうお願いしているコンテライター、あの CM のコンテを書くまた別の仕事会社があって、その人にあのちょっとお知り合いでよくしてもらってる営業さんがいて、まあ、仕事をこうやってもらってる人関係で、こういうの書いてほしいんですけどっつって、教科書っぽい感じでって出して、でやっぱりちょっとびっくりされましたね。え、これみたいな。え、これはまあ、はい、作ってもらったのはここだけですよ。あ、そうですね、もう全部はないんですけど、この一部だけなんですけど、もうとにかくそのこの世界では多分このマニュアルがあの結構いっぱいあるんだろうなというのを見せたかったので、もうとにかくリアルに性教育の教科書に載ってますみたいな風にしました。先ほどその予告見た時に申し上げたそのあのあれですね、フォーム、申し込みフォームみたいなものも作り込まれてました、うん、あ、そうですね、ああいうところとかも、うんうん、もうとにかくなんかリアルにしたかったので、ちょっとそういうところはこだわらせていただきました。佐々木さん。はい、これはそうですね、ロビーですね。一応これはあの言ってもいいものなのかあれなんですけど、僕の母校ですね。そうなんですね。はい、母校で。で、すごいなんか割と近代、現代建築の母校だったので、
あのこういう風にちょっと使わせてもらったという感じですかね。素敵な建物ですよね。あ、そうですよね、うん、本当にぜひ使いたいなと思って、うん、でちょっとあの恩師が、僕の恩師がいるんですけど、その人が交渉してくれて、へ、はい、あのスイス人のビューラー先生って言うんですけど、あのジャック・ニコルソンにそっくりなんですけどめっちゃいい人で、めちゃくちゃいい人で、うん、中島さんつって任せてくださいつってこう本当に学、本当僕このやっぱ内容が内容だったんで学校で使えるかどうか自信なかったんですけど、あの応援しますよって言ってくれて、こういうふうに実現しました。それはもう、脚本を渡されて、まあ、こういうところで使いたいっていう話をされて交渉してもらったという感じなんですか。そうですね、いやもう非常に頑張ってくれて、ちょっといつかあのツイッターとかで書きます。ユーラー先生伝説というか、視聴者の皆さんはツイッターをチェックして、はい、お願いします。はい、あ、いいシーンですね、うん、最初のシーンの彩香ちゃんですね。なんか多分このショットってその横顔じゃないくて、パッと顔がありささんだって分かるショットだと思うんですけど、僕はすごくなんかスタートとしてすごくいいなと思ってます。嬉しい。だからやっぱりあのポスタービジュアルにもありささんが映ってらっしゃるので、うん、初めにありささんがこう出てくれて、うん、はい、おっていう風に、そうですよね、まあ、引き込まれる要素になるというか、うん、はい、そう思います。すごい効果的だなというふうに思います、うん、ちょうどこの目のキャッチとかもいいんですよね、うんうん、こうキラッと入ってて、このか彼女がそのけなげにこう彼との未来を希望をちょっとだけ持ってるみたいな感じがいいなって思ってます。これは後半ですね。後半ですね。襟に枝がついてる。襟に枝がついてる。アリサさん、なんか思い出とかありますか。思い出、まあ、でこの枝はあれですよね、そのセンターから逃げてきた時に急いでこうなんかわかんないけど草むらとかこう木々をかき分けて走ってきたからこう刺さっちゃってるみたいなことですよね、うん、でもどっちなんだろうって最後まで思わせるような、うんうん、そうですね、うん、あの初めて見た方はどうなんだろう、気づくというか、確かにシーンで、そうですね、間違えて映っちゃってるんかなってちょっと思って、うん、ああなるほど、あでもあ逃げてきたってことかみたいな間違えてって結構なミスいやなんかあのカメラにゴミとかついちゃったんかなみたいな、なんかやばい、枝エリー枝がついてるみたいなああそれ、そういうこともあるのかなみたいな感じで最初見てこれがそうですね、 SP センターで、これも僕の母校の大学のそばにあるリリックホールっていう、まあ、総合的な、要はなんですかね、発表会とかやる場所みたいな。ここって長岡映画祭やってるところですかね。そうです、ですよね。はい、一回ちょっと行ったことがあって。あ、本当ですか。ええ。はい、なんか印象的な建物だったので、一瞬で、あ、あそこだって思いました。うん、そうですね。これもぜひ使いたかったので、なので、撮れるとなったときはすごい嬉しかったですね。で、チカラ君、あれですよね、あの、増殖してもらったっすよね。あ、そうなんですね、これ。そうなんですよ。映り込んでるの。なんか、その一組一組物語があって、その左側に座ってるそのパートナーたちは、そのちょっと今その男子高校生がちょっともう怖いみたいな感じで慰めてる時みたいな一人一人物語があるっていうので歩いてました。これそうですね、同ポジで合成したので、うん、結構な範囲を力くんに移動してもらいましたもんね。よく見たらこう右側のあのちっちゃい通路にも歩いてるっていう。ああそうですね。そうなんですよね。はい。この写真ではもしかして使いどころ的に写ってないかもなんですけど、あ、ちなみに歩いてたりします。写真で分かるのは4組ですかね。あ、5組かな。5組あの左側の建物、はい、
脇の通路みたいなところにいて、これは力があれですよね、野球少年ですよね。あ、そうです、野球部の設定ちょっとやるじゃないかって。そうそうそう。すごい、ちゃんと設定があったんだ。ありました、実は。ちなみにちょっと気になったんですけど、SP 受けられる年齢って決まってるんですか？受けられる上限ですかね。はい、上限です。上限は無限だと思います。ああ、じゃあ、おじさんになってからでも受けられなくはない。受けられなくはない。ただ、なんか多分、体の構造的に、ある程度年齢いかないとダメなのかもしれないですね。うんうん、その18とか16とか、多分、僕みたいに体ができてない時とかにやると、あんまりなんかいい影響を与える気がしなくて、なんかやっぱ年齢の制限はあると思います、スタートの。あれですね、この世界は、まあ、切り取られてる部分は映画の部分だけですけど、なんかこう、女性の痛みというか、出産とかの痛みも分かち合ってくれたらいいのになとは思いました。なんかね、女性がそう痛みが、ね、あることも多いので、生理とかもそうですよね。そうですよね。毎月毎月来るものもあるし、なんかね、分かち合えれない今この世界に生きてるからこそ、何でそれを埋めたらいいんですかねっていう気持ちになります。でも本当にこの作品はな投げかけというか、男性に対して投げかけという意味ではすごく大きい作品なんじゃないかなっていうふうに初見の時感じましたね、ありがとうございます。そうですね、やっぱりなんかトリガーになりたいなと思っていて、 SP 法って正直正解か不正解って正直僕に分からなくて、賛成の人もいれば反対の人もいるので、それはそれでよくて、なんかそれに対してさらに僕だったらこうするなとか、私だったらこうかなみたいなのを考えて話してくれたらいいなって思いますね。で、その性暴力どうやったらなくなるのかっていうのを話してくれたらいいなって思ったりします。自分たちで設定を広げてってっていうような、なんかそういうのでも楽しいと思いますし、もう例えばいやこういうやりすぎだよみたいな、こんなやんなくてもちゃんと子供の頃からしっかり性教育すればいいからみたいな、マットの意見もありますし、そういった今まで着目してこなかった部分にみんなで話し合ってくれたらいいなって思いますね。なんかちょうど見てくれた会社のとある先輩がからメッセージくれて、今までこんな挿入される側の例えば 女性とかの気持ち考えたことなかったわみたいな、なんか気づけてよかったっていう風に、早くこの映画見たかったっていう感想くれた方がいて、嬉しいですね。嬉しいと思って、はい。最後にちょっと質問、監督にさせていただきたいんですけれども、はい。シェア・ザ・ペインの次回作、次回作というか、そうですね、監督の、次回考えておられる構想などもしありましたら、少しちらっとお聞かせいただいたりできますでしょうか。はい。それがですね、ええ、ちょっと出し切ってしまって、あと業務も忙しく、一回ちょっと置いとこうかなという感じです。でも、はい、その脚本を担当してくれた岡本さんと、なんかこんなことできたらいいよねみたいなことを考え、ほやーって考えたりはしてます。今回はまあ40分っていう尺ですけれども、長編などもすごく、監督の長編も見てみたいなっていう、ありがとうございます、させてくれる作品だったので、はい、ぜひ楽しみにしてます。はい、では、このあたりで、シェア・ザ・ペインの、上映告知の方お願いできますでしょうか。10月3日土曜日から10月23日金曜日まで、池袋シネマロサさんの方で、レイトショーをやっております。日付、時間帯出てるのは、10月6日から10月15日はもう出てて、20時45分の回からやっております。で、10月の16日から23日までちょっと時間未定なんですけども、それぞれあれですかね、こう舞台挨拶、トークショー、ゲストトークショーとかあったりするので、ちょっと足を運んで、見に来ていただけると嬉しいです。僕が座長をしている演劇ユニットぐしゃぐしゃという団体が、11月3日から15日まで四ツ谷の三栄町ライブというところで、うのむ人というタイトルで、
売春婦の、あ、売春婦じゃない、売春宿のお話をしますので、その人が、世間が見て見ぬふりをするところにスポットを当てた作品となっております。それが前編でやるんですけど、また4月に後編で少年法のお話をしようかなと考えておりますので、どうか、ご予定空いてましたらお願いいたします。ツイッターとか SNS はされてますか？そうですね、ツイッターで当力と調べていただければ、多分アカウント一つしかないと思うんで。分かりました、ありがとうございます。では、最後にですね、ゲストの皆様からシネマチラリズムの視聴者の皆様にメッセージをいただきたいと思います。はい、では、当さんからよろしくお願いします。はい、シェアザピンを見た後におそらくいろんなことを考えると思うので、ぜひ大切な人だったりパートナーだったりといろんなことを考えて、自分の答えをぜひ出していただけたらなと思います。なのでどうかよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ではアリサさん、よろしくお願いします。はい、そうですね、シェアザペインを見て心の片隅のどこかにずっと残るような作品であってほしいなと思っています。まあ、これを見て、そのどういうふうに感じたかとか、まあ、そうです、チカラ君と同じになっちゃうんですけど、たくさんの方と話して、シェアしてほしいなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。では最後に監督からお願いいたします。はい、全く以下同文って感じなんですけど、お二人の、まさしくその、見ていただいて考えていただく、そんな映画になっておりますので、そうですね、考えて自分ならこうするみたいな、普段だったらちょっとさっき結構避けるようなテーマだとは思うんですけど、割とそのいろんな必ずというか必ずというかもうほぼ皆さんに関係する映画だとは思っているので、一度ご覧いただいて、もしそうですね、思うことがあればそれを誰かに伝えるなり SNS に書くなり、ちょっとそうですね、何か感じ取ってそういうふうにアウトプットしていただければいいなと思っております。はい、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、では、最後に、シネマチラリズムのポーズで締めたいと思いますので、合田さん、掛け声の方よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ、はい、本日ありがとうございました。いきます。じゃあ、せーの、シネマチラリズム、チラリズム。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。